平野紫耀マネージャーくんとうなぎ食べた。もぐもぐショットに、かわいい、メロメロ、の声。読者の皆さん、こんにちは。元キング・アンドプスの一員であり、今や、飛べ、所属の平野紫耀さんが、その魅力的な笑顔と食欲をたっぷりと披露し、ファンたちをメロメロにさせました。彼のインスタグラムにアップされた、うなぎ食べショット、が話題となっています。 一緒にその魅力に迫ってみましょう。平野紫陽さんは9日に自身のインスタグラムを更新し、スワンボートの後、マネージャーさんと一緒にうなぎを食べるシーンをシェアしました。彼は白の T シャツにサングラス姿で、美味しそうなうなぎを頬張る姿が、まさに、可愛いとファンからの賞賛を浴びています。平野紫陽のうなぎショット。 4枚目には動画も投稿され、うなぎの蓋を開けて、もう満足、と笑顔で語る平野潮さんの姿が収められています。そのリアルな表情にファンたちは夢中になること間違いなしです。この投稿に対してフォロワーたちからはたくさんのリアクションが寄せられています。うなぎ食べたくなったよ。くんの笑顔大好きおいしそう。くんありがとう。メロメロ、なから。 紫輝くん、かわいい、ーなど、平野志耀さんへの愛情がたっぷりと詰まったコメントが並んでいます。彼の魅力は、その外見だけでなく、自然体で笑顔を振りまく姿勢にも現れています。ファンたちは、そんな彼の素顔に惹かれ、彼の日常を共有することで、ますます彼に愛情を注いでいるようです。平野志耀さんのインスタグラムは、 彼の音楽や芝居に関する情報だけでなく、普段の生活や食べ物に関する投稿も魅力の一つです。ファンにとって彼の日常を垣間見ることができるこの瞬間は、まさに特別なものと言えるでしょう。最後に、平野紫陽さんに感謝の言葉を送りましょう。彼のファンとして彼の魅力的な一面を知ることができる瞬間は、何よりも嬉しい瞬間です。 これからも彼の素敵な瞬間に期待し続け、応援し続けましょう。平野志耀さんのファンの皆さん、彼の日常を共有する素敵な瞬間をお楽しみください。彼の笑顔があなたの日常を明るく照らしてくれることでしょう。